2022年今年こそ YouTube を始めたいあなた、顔出しした方がいいのかな、動画のネタどうしたらいいんだろう、まあカメラにねこうやって向かって上手にね話せるかな、まあ撮影機材どうしたらいいんだろう、まあいろいろと迷うことあると思います。今日はこの動画を最後まで見てもらうことで、この迷ってる心の背中をねちょっとだけ押してあげることができるかもしれません。スイチラバーチャンネルのスイラバです。いらっしゃいませ。 YouTube やろうかなって迷ってる人って、まあ、少なからずそこにねメリットがあると思うから迷ってると思うんですよね。例えばそれがチャンネル登録者1000人超えたら広告収入でそれで稼げるからとか、まあ、家族の思い出を動画に残したいとか、まあ、いろんな思いがあると思うんですよね、始める前に。でどうしようかなって迷ってる人は結構こういうことね、かなり迷ってる人多いと思います。僕自身も今でこそねこうやってコンスタントに3日に1本動画ね出して、それが1年半近く続いてるんですけれども、まあ、始めた最初の頃はね月にね数本くらいとかそのぐらいの動画公開でしたし、まあ、始めた当初ね僕は実は広告収入が目的で始めたんですよね。で僕は YouTube ね始めて今でちょうど2年ちょっとぐらいかな経つんですけど、まあその広告収入で儲けようと思って始めるのはあんまりおすすめしないですね。まあ YouTube 始める動機なんで別にその僕と同じくね広告収入が目的でもいいと思うんだけど、昔と比べてね今ねかなり厳しいと思う。まあそれなりにそのリサーチ用に時間かけたり、動画の構成なんかもね、あの動画やる企画とかそういったものもねきちんとね戦略的にやっていかないと、 YouTube だけでその収入、 YouTube の広告収入だけで生活していくっていうのはね今から結構難しいんじゃないかなと思います。まあ、絶対不可能とは言わないけども、まあねなかなかハードルが高いんじゃないかなと思います。じゃあなんでねその厳しい YouTube を進めるのか、まあ進める理由はね様々あるんだけど、僕が思ってるね一番の理由は、僕自身がね最近この映像制作の仕事をもらうようになったんですよ。でその中でこの YouTube をねやってるからこそ、それがね名刺代わりになって、例えばその最初の打ち合わせとかミーティングの時にこのクライアント側がねすでに僕の動画をね見ていろいろ見てくれてて、本当ねそれが話がね早いんですよね。すでに僕がどんな動画を作る人なのかとか、まあ、どんな話し方どんな人なのかっていうのをねあらかじめ知っててくれるんで、ああ動画のそのままの人なんだなとか、そういう感じで話がトントン進んでいくんですよね。で僕の動画普段から見てくれてる人は動画制作を仕事にしたいって方もね少なからずねいると思うんで、まあ、そういう人は特にね YouTube やった方がいいです。自分の動画作った動画を YouTube で公開していれば、まあ、それがポートフォリオにもなるので仕事にもねつながりやすいかなって思います。あとはコンスタントに YouTube 動画を作ってそれを公開することで、まあ、カメラにおのずとねこう触る機会っていうのが当然多くなるし、あと編集ソフトも触る機会がね多くなるんで、例えばその編集とか撮影のスキルっていうのがおのずとこう上がっていくっていうメリットもありますね。で映像制作の依頼だけじゃなくて、まあ、例えばその商品の紹介とかレビューの動画であったとしても、その販売店さん側もどんな動画を作ってるチャンネルなのかなっていうのを結構ね見ててくれて、でそれをもとに製品をね提供してもらったりもしてるので、まあそれねレビューしてもらえませんかみたいな話も来たりします。まあもちろんその時はちゃんとね公平中立なレビューをしたりするんだけど、それでも大丈夫って聞いたりもしてますね。もちろんね映像制作仕事にしたい人以外にもこの YouTube を進めるっていう理由はあります。まあ皆さん例えばその知らない土地でまあ観光したいとか、どんなのが美味しいものがあるかなとか、あとキャンプね始めようとか思ってるけどどんな道具いるんだろうっていろいろこう疑問に思った時って Google で検索したりしてませんか？実は YouTube ってその Google の参加企業なんですよ。でさらにその Google が言ってるのは検索のアルゴリズムは今後ね動画を中心にこう検索結果をねこう押し上げていくって Google 自体が公式に発表してるんですね。
最近はね、本当誰でも個人でこう発信できるような世の中になってて、まあ、例えばそのインスタグラムとか、こんなの食べたよとか、その TikTok とかでね、短い動画あるじゃないですか。あれで面白い動画をね、アップロードしてみたりとか、まあ、それが今ではね、生活の一部に溶け込んできてるし、まあ、例えばそれがね、当たり前になってきてるんで、まあ、お店やってる人なんか、例えばね、旅館とかホテルなんかも、SNS をね、積極的に活用し始めてきてますよね。まあ、つまりどういうことかっていうと、手軽にね、自分を表現する場としてその SNS があって、まあ、その中でも特に検索に強い YouTube っていうのをやることで、ビジネスやってる人はね、ほんと特にね、いろんな方との出会いもできるようになるんで、新しいね、世界が広がるっていうか、まあ、今まで絶対ね、この出会うはずないような人と会えるっていう楽しさもあるし、まあ、本当ね、メリットしかないかなと思ってます。まあ、とは言ってもね、YouTube やりたいけど、何やっていいのかわからないっていう人も多いと思うし、まあ、撮影機材どうするんだろうとかね、まあ、いろんな悩みがあると思うんだけど、まずね、大事なのは自分がね、こう楽しいと思えることを動画にしていくのが僕はね、重要なんじゃないかなと思ってます。じゃないとね、動画を作るのがだんだんこう苦になってくるし、まあ、何のためにやってるのかわからなくなってくるんですよね。で、作ってても楽しくなければ、その撮影のこととか編集のこととか、こう自らね、こう学んでもっといいものをね、動画上げていきたいなっていう意欲もね、湧かないですよね。あとね、動画1本目作ってる途中なんだけど、まあこのまま出していいのかなとか、喋ってる内容をもうちょっと変えた方がいいんじゃないかなとか、結構迷ってて結局ね、1本目出せてない人意外と多いんじゃないかなと思ってます。もう完璧なものをね、目指さずに、まずね、出してみましょう。自分の手からね、この動画をこう離さないと、その動画がどう評価されているのかとか、まあ、実際にね、どんな反応なのか、そういったことが見えてこないし、YouTube では特にね、大事なコンスタントに動画をアップしていくっていうことができなくなってしまいます。それからね、撮影機材については、まあ、これはね、今スマホがめちゃくちゃ高性能になってきてるんで、僕今持ってるこの iPhone 12 mini は、それでもね、十分な綺麗なね、映像が撮れるし、まあ、最初はね、そんな高い機材を買わなくても全然大丈夫。たくさんね、動画を作ってみて、でそれで慣れてきた頃に、まあ、カメラとかライトを考えてみるのもいいんじゃないかなと思います。もう本当ね、最初は iPhone で十分です。さあ、いかがだったでしょうか。 YouTube をね、始めるってね、ある意味思い切りが重要ですね。なので、まあ、思いついたらすぐにね、行動する方がいいと思ってます。結果それがね、あなたにとってプラスになるのかマイナスになるのかは本当ね、やってみないとわからないですし、結果っていうのはね、後でついてくると思ってます。まあ、YouTube に限らず新しいことを始めるって勇気がね、必要ですけど、2022年ね、何か新しいことを始めてみようかなって思ってるあなた、ぜひね、その中にこの YouTube をね、加えてみてもいいんじゃないかなと思ってます。まあ、その先には今まで考えられないような出会いがあったり、もしかしたら僕のように仕事にね、つながっていくかもしれませんよ。今回の動画良かったと思っていただいた方は、ぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画で。まだまだね、YouTube やるメリットたくさんあってね、紹介しきれてはないんですけど、今回はね、ここまでかな。で、次考えてるのは、僕がこのチャンネル登録者数1000人行くために気をつけたこととか、まあ、やったことについて話してみようかなと思います。まあ、興味のある人はね、チャンネル登録をして待っててくださいね。じゃあまた次の動画で。